皆さんこんにちは、水木アナの青色 TV、 イエーイ、始めました。今日はじゃんじゃん、中高生の別れるきっかけランキング、イエーイ。ということで、よく恋愛のなんやろな、なんたらなんたらみたいなのをしてるんですけど、中高生バージョンとか高校生バージョン、中学生バージョン、小学生バージョン、いろんなバージョンしてくださいという案じゃないな、ごめんなさい、リクエストをいただいたので、今日は中高生の別れるランキングをしていきたいと思います。じゃあ早速やっていきたいと思います。それではどうぞ。中高生の別れるきっかけランキング第5位は、ダガ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 ダン、付き合ってみたかった。はい、全然拍手じゃないですね。はい、付き合ってみたかったっていう、ただ彼女が欲しかった、ただ彼氏が欲しかった、友達が彼氏彼女が作り出したから欲しかっただけなので、まあ実際に冷めやすかったりとか、まあ長続きしない理由がそれ。まあでも別れる時にその付き合ってみたかったからとか彼女が欲しかったからっていう答えは絶対にせず、違う言い訳をして別れることが多い。はい、いやー、水木青の意見としては、付き合ってみたかったからってな、付き合う、その付き合うっていうのは絶対なしだと思う。言うといてあげる。好きな人とまっすぐな恋愛をすることが一番だと思う。中高生の別れるきっかけランキング第4位は、ダガ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 ダダン、冷めた。はい、やっぱり中高生ならでは冷めたっていうのはすごい多いと思う。まあ大人になったりしても冷めたっていうのはあるんかな、わからんけど、中高生とかってやっぱりこう多い恋愛で、なんかちょっとここの嫌な部分が見えてから、なんかもうそれがすごい嫌で、ここの部分もこの部分もこの部分もなんかもう嫌に見えてきて、なんかもう嫌なとこしか見えへんくなって冷めたっていうのがやっぱり多い。一つ嫌な部分が見えても二つ目も嫌な部分が見える、そういうので冷めていく方が多いので4位にさせていただきました。はい、まあ、冷めたとかな、もう嫌な部分が見えてしまったな、確かにどうしようもないかもしれへんけど、やっぱり人の嫌な部分を見たらさ、やっぱこの人って、あ、やっぱ私嫌いやってなってしまうやん。そうじゃなくてさ、やっぱり人間いろんな、いい部分、嫌な部分もあるけど、やっぱいい部分もあるから、いい部分もやっぱ見てほしいです。じゃあ次。中高生の別れるきっかけランキング第3位は、ダガ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 ダ、他に好きな人ができた。はい、まあ中高生ってやっぱり好きな人が変わりやすいらしい。なんかそう書いててんけど、好きな人が変わりがちで、なんか他に気になる人やったり、あ、ちょっと好きになってきたかもみたいな人がじゃないな、好きになってきたかもっていう思いがすごくこう表しやすい。やっぱ中高生ってこう思いがままに生きるみたいな、こうやっぱり楽しむ時期やと思うね。青も思うし、こう中高学生ならではのさ、こう何でもやってやんなみたいな、いやほいっていう感じやと思うから、なんかその思い切りで、あ、好きな人できちゃったみたいな、違うんかな違うんかな、まあなんかそういう、だから好きな人ができた、例えば別れ方でも、あ、これごめん、他に気になる人ができた、だからお前とはもう付き合えないとか、私気になる人ができちゃった、あなたとはもう別れたい、君は好きじゃないんだみたいな感じでね、そういうのが多いと思い3位にさせていただきました。はい、なんやろな、他にな好きな人ができてしまったらな、もうなんか何とも言えないよね。だってまああとはこっちがね、頑張らなあかん、こっちが頑張らなあかんっていうか、その別れ、次言いようがなかった。中高生が別れるきっかけランキング第2位は、ダカ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 ダン、勉強ばっかり。
はい、やっぱり中高生ってなると勉強ですごい大変になると思う。受験前とかになったらもう勉強勉強勉強になって、やっぱりこう遊んでる暇がないとかデートしてる暇がないっていうので、まあ、別れる方は多いんじゃないかなというふうに思いました。こうやっぱ受験とかで塾とかも行き出して、なんかもうそういうのがすごいストレスになってきて、もうなんか周りを見てられへんっていう、やっぱ受験ならでは の、 あのストレス感だったり、なんかそういうのでやっぱ別れていく人は多いんじゃないかなと思いました。はい、受験終わったらね、いくらでも確かに遊んでわほいってできるかもしれへんけど、受験の最中ってね、もうどうしてもやっぱりこうお母さんが勉強勉強勉強言うとか言うからとか、やっぱ私はこの高校に受かりたいからっていうね、すごい勉強頑張ることも大事やし、まあ、でも恋愛をねすることも大事だと思うんでね、うん、まあ両立ねするかしないかはあなた次第やしね。はい、ということで第2位で勉強ばかりにさせていただきました。これがでも第2位で、第1位はまだあるんです。それではいきましょう。中高生の別れるきっかけランキング第1位はダカ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 ダン、進路の違い。はい、まあ、進路の違いっていうのはやっぱ中学だと中学卒業して高校が別々になるとか、高校やと高校を卒業して進路で上京する人とかも増えてくる。そういう遠距離が無理な人だったりとか、まあ高校離れるし、まあそこ離れてからすれ違いが増えたり、そういう遠距離がやっぱ無理な人とかも無理やし、その気持ちが薄れていって結局別れにつながるというのも多いんじゃないかなと思いました。やっぱね、あの受験しだして高校卒業してから別れてる人ってやっぱ中学生は多いよなってすごい思います。中学生も高校生も。なのでこれを今回は1位にさせていただきました。はい、さあこんな感じで、まあ遠距離はね、その人の気持ち次第でね、すごい何とも言えへんしな、もうこう中高生はな、もう何とも言えへん、思うがままに思うようにやっぱやっていくべきだと思う。だからなんかそれがあかんとかさ、それがいいっていうのがなくてさ、やっぱ中高生学生は経験あるのみやと思うから、なんか恋愛でそういうダメなこともいいことも、高校生のうちになんか経験してたらいいんじゃないかなって思います。なんかだって高校生ってさ、そのちょっと聞いてみたいな、こんなことがあってんとか、聞いて付き合ってんとか、もうそういう会話がすごいやっぱ楽しい時期やと思うから、なんか盛大に楽しんでいただけたらなと思います。はい、水木おかわらは以上でした。ということで、今回は中高生の別れるきっかけランキングをさせていただきました。まあなんか別れるきっかけランキングみたいな感じで思うかもしれへんねんけど、まあ、次はまたハッピーな感じで中高生の本をやっていきたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー。